発狂した宇宙は、アメリカの SF 作家フレドリック・ブラウンによる長編 SF 小説。1949年、EP ・ダットン社より観光。現代を正確に訳すれば、一体どういう宇宙なんだ。という簡単詞になる。パラレルワールドテーマの作品としては、古典の一つに数えられている。既存の SF 文化を題材にしたユーモラスなパロディ SF でもある。 ブラウンの長編 SF としては、火星人、ゴーホームと並び、代表的作品とされている。日本語訳は、はじめもともと社最新科学小説全集の一冊として、刊行され、その後早川書房から新訳が出版された。2009年3月現在、絶版。1954年のある夜、キース・ウィントンは、無人月ロケット第1号の墜落に、 そして月ロケットに搭載されていたバートン式電位差発生器の莫大な電気エネルギーの暴発に巻き込まれる。死体は見つからず、大爆発により彼の体は跡形もなく粉砕されたと世間は考えた。しかしウィントンは死んでいなかった。彼はなぜか別の世界に転移されていたのである。その世界はすでに宇宙旅行が実用化されて数十年が経ち、 街を月人の観光客がカ歩し、さらには天才科学者兼大英雄ドッペルの指揮の下でアルクトゥールス星人との戦争が行われているというスペースオペラの集大成のような世界であった。はじめ次元転移に気づかず、その世界での常識外れの行動をとってしまったウィントンはアルクトゥールス星人のスパイと誤解されて当局に追われる身となり、 しかも元の世界の所持金が使えるわけもなく宿なしの無一文という苦境に陥る。しかも、この世界は夜間空爆対策として街全体を円幕で覆う脳無管制が施行され、夜の都会は無人の無法地帯と化していた。わけもわからぬままそれらの苦境を過労じて生き延びた。彼はウェルズの世界市外観を入手し、この世界の成り立ちを知る。 この世界は19世紀までは元の世界と同一の歴史を歩んでいたが、1903年にライト兄弟が飛行機を発明する代わりに、ある教授が瞬間移動装置を発明し、人類が一足飛びに宇宙進出を果たし、そしてアルクトゥールス生徒の生肝戦争が起きたという奇妙な平行世界だったのである。苦闘も虚しくついに当局に尻尾をつかまれ、 地球にいられなくなったウィントンは、土星軌道にいるドッペル及び、ドッペルが創造した、超人工頭脳、メッキーの庇護を得るべく、小悪党のジョーの助けを借り、自家用宇宙艇を盗んで宇宙へ出る。その途中でウィントンは月へと立ち寄り、夢にまで見た月着陸を成し遂げる。が、夢は叶うまでが花で、寒く荒れ果てた月面に幻滅し、自分が、 夢と冒険の世界に生きるにはもはや年を取り過ぎていることを思い知らされてしまう。ようやく対面した英雄、ドッペルは、元の世界の SF オタク、ドッペルバーグを、目いっぱい美化したような人物だった。そして、メッキーは、無数の世界が、無数の次元に並行して存在すること、バートン式電位素発生器の放電が、次元間の転移を引き起こすこと、転移される人間の思考が、 転移先を決定することを解き明かし、ウィントンをバートン式電位差発生期付きの小型艇で送り出す。果たして、ウィントンは元の世界へ転移できるだろうか世界大百科事典第2版パラレルワールド。ありがとうございます。